2023年7月17日、ロシア国家テロ対策委員会がウクライナ南部クリミア半島とロシアのクラスノダール地方との間の、ケルチ海峡に架かるクリミア大橋が、現地時間の午前3時過ぎにウクライナ軍の水上ドローン2隻の攻撃によって、自動車道の一部が破損して通行止めになっているとして、ウクライナ軍によるテロ攻撃であるとして発表したよ。また、ロシアのプーチン大統領もウクライナによるテロ行為として非難しているな。さて今回はクリミア大橋が攻撃により通行止めになっている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。この攻撃について、ウクライナのメディアであるウクラインスカ・プラウダが、ウクライナ海軍とウクライナ保安局 SBU が水上ドローンを使った。特別作戦を実施したとしてウクライナ保安当局関係者が語ったとして報じているよ。この爆発についてロシアのメディアであるアスタロジュナ・ノーボスチや地元メディアなどが動画や画像を公開していて、それによると自動車道の一部が損傷を受けて傾いた状態になっているため、自動車がる通行止めとなっているほか、すぐ横を走る鉄道の運行にも大きな影響が出ているとされているんだ。ロシアがクリミア共和国の首長として任命しているセルゲイ・アクショーノフ氏は通信アプリテレグラムに投稿し、通行止めは緊急事態が発生したためであると説明し、法執行機関が捜査に着手していることを明らかにしていたけど、その後ロシア外務省の報道官はウクライナ政府が攻撃を実施したとして明らかにした上で、ウクライナのゼレンスキー政権はテロリスト政権で、国際組織犯罪集団のあらゆる兆候を有するとする見解を述べたみたい。さらに、ロシア連邦捜査委員会は本件をウクライナの特殊機関によるテロ行為であるとして位置づけた上で、ロシア大統領府が正式な捜査が始まったことを明らかにしたな。クショウノフ氏はさらにその後も投稿を続け、クリミア半島の住民に対しては、安全上の理由から当面の間クリミア橋を通るのを避けて、半島外に出る場合には他のルートを選ぶように呼びかけたぜ。また、ロシア西部ベルゴロド州のグラトコフ知事は、車で橋を走行移動中の夫婦が爆発のために死亡し、同乗していたその娘が怪我をしたことを明らかにしたな。ウクライナ北部で国境を接しているベルゴロド州のロシア民間人が、なぜクリミア大橋を通行していたかということについては、夏の観光旅行シーズンのためと見られているね。7月6日付のニュースウィーク日本版が、クリミア半島とロシア本土を結ぶクリミア大橋で、秘書に向かうロシア人観光客が交通渋滞を引き起こしていると報じているよ。これはアメリカのシンクタンクである戦争研究所が明らかにしたもので、それによるとクリミア半島にロシア本土から訪れる観光客が、夏の旅行シーズンに入って爆発的に増えているとされ、ロシアにとってクリミア半島とロシア本土とを結ぶ最も重要な前線と後方を結ぶ交通路、であるクリミア大橋で観光客の車が渋滞を引き起こしているというんだ。今回爆発に巻き込まれたとされているロシア民間人も家族での旅行だったされていて、クリミア半島とはウクライナ挟んで反対側のベルゴロド州からも、相当な数の観光客が押し寄せていると見られているぜ。このことはロシアの軍事ブロガーなども触れていて、クリミア大橋の入り口の交通量が7月に入ってから 40% 増加しており、夏の観光シーズンの間にはさらに増えるだろうとブログ上で述べているな。これについてロシア軍では、ウクライナ側が奪還を狙っていることを宣言しているクリミア半島への重要な補給路である。クリミア大橋が渋滞で軍用車両の通行に支障をきたすことを懸念しており、その報告を受けたとされるロシアのプーチン大統領は、観光客を迂回させてクリミア大橋の通行を確保するため7月3日に、クラスノダール州のベニヤミン・コンドラチエフ知事に対し、昨年併合を宣言したウクライナ東部のルハンシク州とドネツク州、南部のザポリージャ州とヘルソン州の4州を通過する迂回ルートに、観光客を誘導する方法を検討するよう指示したとして国営通信タス通信が報じているよ。しかし、これら4州にはウクライナの反転攻勢によってすでに戦場となっている地域や、今後ウクライナ軍が、奪還を目標としている地域が含まれているだけでなく、
クリミア半島北部とヘルソン州の間にある、チョンハル海峡架かる道路橋に対して、6月22日にウクライナ軍がイギリスから供与された長射程の、空対地巡航ミサイルストームシャドウによって攻撃を実施したことをウクライナ軍参謀本部の、オレクシー・フロモフ准将が認めるなどしており、ロシアの民間人が通行するのは、クリミア半島の同様かそれ以上に危険であり、決して安全な迂回路とは言い難いんだよな。コンドラチエフ知事はプーチン大統領に、ロシアが新たなに併合した領土を車で通行することは、観光客にとって誇りの源になる、と胸を張って語り、クリミア半島に車で向かう旅行者にはクリミア大橋を迂回してクリミアに向かう、陸路回廊を通るよう進めたことを述べたとして、ロシアの独立系ニュースメディアであるアレインツトバが報じたよ。しかしながらこの回廊はドネツク州のマリウポリから、現在ウクライナ軍が反転攻勢の奪還目標先の一つと、見られているザポリージャ州のメリトポリを通過することになり、今後の戦況の推移によってはロシアの観光客が戦闘に巻き込まれることが十分に考えられるんだ。このロシア側の対処については、ロシア政府がクリミア半島で夏季休暇を過ごそうとするロシア人の動向を全く感知していなかったことにあるとされ、ロシア国内では観光客を危険な迂回路に回すのではなく、ロシア国会艦隊に命じてケルチ海峡にフェリーを多数提供させるなどして、民間人を運ぶべきとの声も出ているみたい。戦争研究所の分析では、ロシア軍や地方行政当局がクリミア半島を行き来する民間人の輸送問題にかなり苦慮しているとして、その原因にロシア政府がウクライナへの侵略戦争を未だに、特別軍事作戦として、戦時体制への移行を認めていないことにあるとされているんだ。クリミア半島についてはロシアが一方的に併合した2014年からウクライナ軍に攻撃される可能性がある地域であるにもかかわらず、国内では夏季休暇のバカンス先として宣伝されているため、ロシア人はクリミア半島が危険な場所であると認識を全く持っていないと指摘しているぜ。ロシアの国営タス通信が4日、ビタリー・サベリエフ運輸相がプーチン大統領とクリミア大橋の渋滞について話し合った結果として、渋滞緩和のためにケルチ海峡フェリーの増便を要請したと報じたんだ。今回のクリミア大橋における爆発に関して、これまでのところウクライナ側からはロシア側の主張などへの反論も含めて、これといったコメントなどの反応は見られていないけど、SBU が SNS のテレグラムチャンネルにおいて、前回昨年10月に発生したクリミア橋爆破について言及した昨年10月の投稿につなげる形で、クリミア大橋は再び眠りについたとする内容の投稿をしていて、ウクライナ側が何らかの形で関与している可能性をほのめかしたみたい。クリミア大橋では昨年10月8日に走行中のトラックが爆発し、道路橋の一部が崩落しただけでなく、横の鉄道橋を通過していた燃料輸送列車に爆発の際の炎が引火し、一時は道路も鉄道も通行止めとなった事件があり、その際にもロシア側はウクライナによるテロだと非難していたよな。この際ウクライナ側は当初、関与を否定していたが、ウクライナのマヤル国防次官は2023年の7月8日になって、ウクライナ側の関与によってクリミア大橋が爆破されたことを事実上認めたぜ。この先、ロシア政府の対応が遅れた場合、クリミア半島への攻撃や陸路回廊で、ロシア民間人が戦闘に巻き込まれるなどすれば、情報統制によってウクライナの惨状を知らされていない。ロシア国民が目を覚ますのではないかとして、ほのかに期待をする声が上がり始めているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。